点で勝ち点が時戸選手が 3-0 3-0 プラゴ、プラゴ、はい、そしてフード選手が 3-1 プラ4と、なるほど、これかなり本人が言う通り重要なポイントですよね。そうですね、ここで勝った方が大幅にその抜けにリードできるっていうような。そして見てください、キャラクターレインボーミカがミカちゃんでやるんですね、選択されています、うん、今まで公式大会では基本的にはバーディーを使ってきた、バーディー練習した後はゴーキーにはバーディー出してましたからね、はい。第2部第8試合サイゲームスビーストフードミカ対するロート Z 時戸豪輝、見ていきましょう。はい、お願いします。このミカはあれですね、やっぱりその上手い相手を崩すっていう点でいうとミカがすごく頼りになるという話を、まあ、昨年のカプコンカップの時もしてましたから、はい、そして見てください、ミカの V スキル注目ですね。ああ、なるほど、当て身ですね、当て身返し技、ここは時戸が上から攻め込んでいきます。ステップ止めている、到達巻きで締めて画面足投げて垂直置いていきますが、立ち回りやはり豪輝、あー当たってしまった。ここは立ち回りで圧倒してきました時戸豪輝。まずは一番の選手、これは情熱マイパフォーマンス機能しづらいという判断でしょうか。どちらかというとその気合注入を出せるところが一応あるんでしょうね、はい、発生3フレームの、まあ、その当てた後の状況もあまり良くないですし、白ゲージをもらってしまうという点はあるんですけども、少し使いづらい当て身技になりますよね。瞬間 EXP 値からここは入れ替えていきます時戸、おー刺さった、ドロップヒットからのコンボ中大ピーチ、まだ残ります。時戸はフルゲージ、しかし少しまくるのは苦しい体力ですか。画面足は絡まないと苦しいでしょうね。キックだけは掴めるか、バックジャンプジャックパンチ、安定対空で切り返していきます。もしザンクガードを打たれていても大きなダメージにはならない、非常にいい対空でした。お互いフルゲージ、まず1ゲージ入っていくのは時戸 EX 波動拳、しっかり反撃です。強パンチに確定反撃決めていきました。隙が5フレームあるので EX シューティングピーチなら間に合うと。ジャック K にターゲットを押し込みながら地上戦丁寧にこなしていきますフードミカ。このラインの状況を大切にしていきたい、うん、冷たいんですが入れ替えも怖い。これ立ち中パン単発確認から取ってここで切り返していく天波入れ替えコンボ、あとよく抜けた、絶妙な前をキープしている。ダッシュ中中ピーチ中中よし波動拳、あとワンもう少しダメージを与えれば時戸側も一発で倒しきる状況なんですが、この状態はナレシコプラス、お俺3つを作りに行く選択、飛び道具対策になると思って打ったんだと思うんですけどね、はい、少し間に合わなかった。徐々に時戸豪輝が体力追いつきつつあります。ただ時間がもうかなり減ってます。うまい、抜けている、集中しています。 EX スピーチでの玉抜け、ただただ立ち回りがうまいですねフードが。うまいですねまずキャラクターという感じではなく本当にシンプルに飛び道具とジャンプのプレッシャーをかけながら飛ばないっていうところで歩いて間合いをこう詰めていくという場合も絶妙ですよね。その端に追い詰めた時もやはりミカのしゃがみ中パンチめくり攻撃を落とせなくなってしまったので、はい、そこで落ちない飛びを食らわない距離を常にキープして戦っていますよね、詰め切らないようにしていきましたね。ドロップ、ここは時の動きがラインを押し上げていきます。ドロップ確定反撃、反撃です、投げて投げ踏み込んで投げていく、ここはボディ、うわナイスカード、ガードしている、これは入れ替えて、おっと不運だが、しかしフォローが早すぎる。 EX 波動拳それから発動します。ここはドロップ、ナイスガード、ガードしているの時だ、あー止まんなかった、ゲージが溜まっていればという場面、フード今クリティカルアーツを狙ったんですがギリギリゲージ溜まってなかったんですね。その時にボタンを押してしまうと結構レインボー台風の投げ技が暴発してしまうので、はい、ボタン押さないように変えたのも素晴らしかったんですが、うん、あともうほんと 1,2 ドットでしたね。そうですね、EX ゲージが
出ていれば勝っていたという。これでとりあえず刺さります。やらしい、入れ替えていく。豪勝派端に追い込んでいく時のそばとカウンターからコンボ、ライオン取ってドロップ、これは取っている。ここからですね、リア発動、ここは暴れていきます。ダウンから弱形、無理はせずに細かく削りに行く。この状態であれば EX レインボー、ウィングスエアプレーンというのも手がありますよね、ザンクに対する。そうですね、無理はしません。時間をたっぷりと使って何か小技を引っ掛けたい。それに対してリターンを狙いに行く時の中継確認からスラッガード、しのいでいる時の、しかしここで弱形かなり我慢しましたが、あと一歩が届きませんでした。それでお互い1ラウンドずつの状況。ステップからブリムソン、ステップファンから刻んで、ここも入れ替えていきます。橋の前飛びが通りますね。ドロップもかなり通ってますね。ガードさせるだけでも大幅有利になるので、はい、下の教官、クラシカウンター橋教官で追撃して、この橋の状況、時の動きは大切にしたい。この時でも入れ替えを狙いますが、これソバットの空振り、立ち中継、竜巻巨峰昇竜拳、弱形、ソバットフードには V トリガー、そして3ゲージ、スライディング、だいぶ食らえないですよこれ。組み込んでくる。そうですね、もう投げを捨てざるを得ないですよね。打撃を食らえば終わります。ただ耐えたことで、これで時の側も V トリガー溜まるような状況になったでしょうか。そうですね、一発で倒しきれないと逆にフード側が苦しい展開になる。くっ、差し返しの大パンクリックラットを狙ってます。怖っ、お互いの狙いが、ただこれ溜まりました、分かっている。ここで一瞬戦撃、うん、通していきました。時戸が第2セットを取っていきます。あ、もう今のはそのフード側としては時戸の V トリが溜まる前にそのプレッシャーかけて技を空振りさせて、そこに勝ち強パンチからのバトルピッチで倒しきるというのを狙っていたんですが、時戸が耐え切ったことで我慢強かったですね、はい、ガードの上で V ゲージ溜まりました。それを使って倒しきったと。あの場面になってしまったので、ゲージが3本ある豪気がV トリガー発動すると前キャラでも多分最強に本当になってしまうので、しかし立ち中継の硬直を捉える動きもかなり光りますね。うん、入れ替え、ここは必要経費でしょう。攻めていく、耐えますね、下がりきって、これはチャンスです。このダメージの攻め、投資に行きたいが時戸は崩れません。また中継、入れ替え、連殺交渉流、一気に状況が逆転する。フリーバーしない、腕投げて、あっとこれはここで寝っぱなしの選択、受け身の確認が難しい、うん、まあでも味方はもう攻め込まないと、距離が離れて V トリが発動されると終わってしまう状況でしたから、はい、しょうがないですよね、今攻め込むのは攻めざるを得ない展開を、あ、なるほど、引っ張っている気合を注入したんですが引っ張られましたね。タイミングに依存しちゃうんですね、うん、それだとちょっと苦しそうですね。ダンクでスタンの危機を回避するときの、ただここでフィールドもそうですね、ダイヤシからの発動を呼んでいく、止めている。なでしこが機能しない展開が続きます。これどうだ、これはどうでしょう、900ですから取らないでしょうね、りません、減りましたね。今900って本当にいないので、やっぱその目を疑うダメージになりますね。そうですね、とんでもない減り、うん、お互い1セットカウント 1-1、 そしてファイナルラウンド、ここを取っていきたい。時戸が攻めていく、ウィンガス、スタンを回避しましたね、何とか脱出しましたが、中盤5勝8押し、ここはボディが通る。ただ橋と入れ替わってないので、そういう点ではまだ時戸の手もそんなに悪くないでしょう。EX ダンク
仕切り直しになります。この状況を少しフードは攻めを通さないと来た。あ、これベース使っていく。弱中継から表ガイスがしている。うわー、よく耐えた。読み勝ちましたね。倒しきっていく。知ってるがゆえの、そうですね、二択に、うん、表と裏の、まあ、ウイングリスエアプレーンの技を変えることで裏に組んでできるような状況だったんですが、表にしたところをしっかりトキトがガードしました。場面的には難しかったですよね。クリティカルアーツを抱えたまま攻め込めない、はい、どうしても EX シューティングミスが必要な状況だったので、ツール側の勝ち方もすごく難しかったなと。手放しスーラシャガニ強パチ、シャガニ強パチクラッシュカウンター、天覇同昇波で追撃して、ここだ。なるほど、これ落ちてるんですね。白ゲージが溜まっています。これうまく回復しましたね。はい、どちらかというと上からの攻めが苦しいので、仕方なくスキル2を使っているような、ね、まあマイクが基本的に打てないですからね、はい、スタンサースタート以外はあんまりないですから。ここはヒョゴリタク拒否していきます。これはもう体力勝ってるんで OK だと。オリうまい、グリムストーンです。持続から攻め込んでいく。内足発動、取ってしまった。3回刻んでドキドがマッチポイント、うん、さあフード後がありません。タチキョーパンクラッシュカウンターから端に押し込まれていく。ゲージをね、なかなかこう味方って使いづらいので、はい、難しいですね、そこが。ただ回しさないと無駄になってしまいますからね。そうですね、ここで一番いいのは、まあ、コマンド投げ、うん、こういうの使いませんか。入れ替えることを選択しました。グラップして端が苦しい。スライディングやしゃがみ強パンチを警戒した時の下がりですね。なでしこ発動するっていうのを読んでます。空振らせる位置でバックステップを置いていく。フードは踏み込んでスライディングを発動しないといけません、うん、スライディングしっかり確認、後ろ投げ、これラカンから無理やり V ゲージを貯めて潰している。スラッと動かない。この後ここの夢どうだ。中段択、いや今のはもう100均投げ、これで終わってしまっていましたから、はい、まあもう完全に付き合わざるを得なかったですね。2択にしゃがむか立つか